る散歩ということでやっていきたいと思います。ちょっと今見せようと思ってタブレット持ってきたんですけど、ちょっと片手じゃ厳しいですね。 VR 散歩360カメラのスマホとかタブレットで見られてるのはスワイプしてぐるぐる回せるので、ぜひ回しながらご覧ください。そしてスワイプするとともにジャイロのセンサーでスマホとかを傾けるだけでもいろいろ角度が変わるので、そういった楽しみ方でぜひ楽しんでください。ちょっとおっさんと VR で散歩をするという動画になります。基本的にはそのまま YouTube にアップするので、音とかがちょっと風切り音が特に、今までも風切り音は対策なかなかできてないんですけれど、ボリューム的なところを調整してたんですけれど、ボリュームもちょっと調整できないので、その点ご了承ください。そして先に説明しておくべきでしたね。今来ているのが残波岬です。こちらの残波灯台のところですね。残波岬で予想以上に観光客の方がいっぱい来ています。そして灯台の方に歩いていけたりします。でこちらがずっと岬なんですけれど、基本的に危ないんで足元気をつけていけば一応いろんな場所に行くことは可能です。その辺りとか先にも行けますが、かなり岩場とかがゴツゴツしているので気をつける必要はありますが、どんどん行けます。こんな感じで行ける残波岬です。まあ、残波岬って沖縄に来たことある方はもうおそらく最初の旅行とかで来るような場所だと思いますが、今もこのシーズン海に泳げないので、こういった景勝地っていうんですかね、たくさんの方が来られてます。そして簡単に説明すると、海と反対向かって僕のいる方でと後ろにロイヤルホテル残波岬、そういった名前だったと思いますが、そういったホテルがあります。そしてこの周りはぐるっと一周できるので、ぐるっと一周してみましょう。あちらのホテルに泊まれば残波岬には簡単に来ることができますが、めちゃめちゃ足元が悪いので歩きづらいですが、あれ来た場所と変えないようになってしまった。よいしょ、めっちゃ暑いです。皆さん、あの、ぜひ気をつけてください。あそこのホテルに渡辺メイリングが入ったのか、入ってたのか、さっき中国人っぽい方でしたが、あまりにも長歩き続けると長い動画になるので、ちょっと一旦そこまで行くのはやめますが、ちょっとある程度まで行ってみましょうかね。ぐるぐるっと奥まで行きます。でこの灯台の周りは一周できて今のような感じですね。残波岬ここから見えないんですけど、こっちの方に残波ビーチというビーチもあります。ビーチも一度動画とか撮ったことあるので URL 載せておきます。そして残波ビーチの向こう側に僕の好きな宇佐海岸という海岸があります。宇佐海岸としておすすめですが、あんまり進めるとちょっと場所なので、いっぱい行くと
しかな。して、冷たっ。めっちゃ鍋しぶきが冷たい。ここまで鍋しぶきが来てます。こんな感じです。めちゃめちゃ景色はいいです。そして風も強いです。そして足元悪いので皆さん行く場合はお気をつけください。全然暑くないんで、のんびり家族とかで歩いて景色を堪能するのがいい場所かと思います。足元だけは気をつけて、怪我だけはしないようにしていただければ楽しい場所です。綺麗です。見えてますね、あっちが有村でランチをする予定なので、そちらで VR 散歩をお届けしようと思っています。地元の方ですかね。ああ大丈夫です。水晶丸いガラスがありますね。とりあえず沖縄の人は多いところで拝むことをグッと言って仏壇とかも拝むときはグッと言えます。拝むことはグッと言うのかな。すいません、その辺未だによく分かってます。ちなみにいきなり話が飛びますが、インスタ360万ルックスの先日購入したバンドル用の三脚、ぐるぐる回す用の三脚についていた自撮り棒で撮っています。消える自撮り棒ということで、ぐらいの時間がかかるので、今日はこの辺で VR 散歩終わりたいと思います。ということで、もしよかったら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。